アシヤサマーカーニバルは兵庫県アシア市の南アシア浜地区において毎年7月下旬に開催される花火大会である。1979年の第1回開催より正式名称に変更はないが花火の打ち上げを開始したのは1985年の第7回大会が始まりであった。アシアの三大祭りとされており、地域においては夏祭りの位置づけである。 日中から縁日やステージの催しなどが行われる。市内の NPO 法人を主体とし、市民ボランティアが実行委員会を蘇生して運営している。行政、企業、市民の共同を目的としており、開催費用は個人の賛同者及び企業から募った協賛金で賄われている。主に花火大会として知られるが、市民参加のステージと、 約100店舗の縁日も企画されている。花火は、小形式で、ステージでの生演奏に合わせて、花火を打ち上げるほか、協賛会社の CM 花火なども実施される。大会プログラムにおいては、アシアダンシングファイヤーワークスショーと題されている。当日は、周辺地域に交通規制が行われ、車でのアクセスはできない。路線バスも迂回するため、最寄りのバス停は運休となる。 また、最寄り駅からは、徒歩で約30分の距離があり、混雑を避けたら愛情が呼びかけられている。最寄り駅芦屋市、ー、メジャーフェスティバルスイン芦屋、芦屋の三大祭り特定非営利、活動法人芦屋市民祭り協議会、NPO 法人ポータルサイト内閣府兵庫県、県政150周年記念県民連携事業の採択案件。ありがとうございます。